マリーア・クリスティーナ・ディサ・サボヤは、両シチリア王・フェルディナンド2世の最初の王妃。サルデーニャ王、ビットリオ・エマヌエーレ1世と、王妃マリーア・テレーザの6女として、カリャリで生まれた。母方の祖父母は、オーストリアイコール・エステ大公のフェルディナントと、マッサカ・ラーラ女皇、マリーア・ベアトリー・チェデステ。フェルディナンドは、神聖ローマ皇帝フランツ1世とマリア・テレジアの3人目の、息子。 マリーア・ベアトリーチェは、モデナ公エルコレ三世デステとマッサカラーラ女皇、マリーア・テレーザの長女だった。1832年11月21日、両シチリアをフェルディナンドと結婚した。マリーア・クリスティーナは20歳、フェルディナンドは22歳だった。マリーア・クリスティーナは、美人ではあるが臆病で、内気とも言われ、彼女にとって宮廷は心地よいところではなかった。 フェルディナンドとの関係性は悪く、フェルディナンドは彼女のち気で神経質な性格に我慢ならなかった。1836年1月16日に23歳で長男フランチェスコを産むが5日後に急死した。マリーア・クリスティーナは2014年教皇フランシスコにより劣腹された。ありがとうございます。